どんなやって掃除してるの？窓。窓ですか？あの年に1回正月に僕が拭いてます。どうやって？あ、業者出てんじゃない？いや、僕がこうやって。マジやん。年に1回やな。はい。僕はなんかマグネットみたいなさ、強力マグネットでギーギーギーってあるよ、ね、水槽掃除するみたいな。うんうん、テレビで見たことある。とか、あとちょっと考えてるのは、あの窓掃除ロボットっていうのを僕ちょっとまた探したいな。ガジェットで、はい。まあ、世の中にはいろんな便利なのあるから、もしくは一応運良ければ山内さんに買ってもらえないかな。社長に。いや、必要だよ、だって、うん、綺麗にした方がいいね。はい、はい、じゃあマイク上げます。リッキーサーチーのレッツ深呼吸。皆様こんにちは。こんにちは、お久しぶりです。なんか今日で何、夏は終わりっていう。そうなの？なんだっけ、残暑なの。もうもう残暑って、残暑見舞いとかね。へえ、なんか寂しい。 そんな日みたいね。そうなんだ。8月8日ね、2週間ぶりの、生放送になりますけど、うん、1日はね台風で放送できませんでしたね。そうでしたね、大きな台風だったさ、ね、もういやもう今日はね、今日の番組も台風の話題だけで終わっちゃうんじゃないかなって思うぐらい。まあね、皆さんのところではどうだったかなとか、まあサーチのところもね、周りとか、もうお家がよそ注意だったよいろんなね、この地域地域でいろんなことがありましたから、ね、まあこれはめったにない大きな台風だし、しかも戻ってきたしね。そう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 、お盆が明けたら残暑みたいに思うけどってね。うん、そんな感じもありますね、うん、でも暦的には8月8日みたいね。ということで、まあ、今日はもう本当に、台風の話題一点だと思うんだけど。そうです、ね、他に何かあった？なんか何か話題。いやもう私はもう台風でねネットフリックスを見まくったっていうたるだけなんですけれども。俺はちょっとね台風太りしたかなっていう。ああ、それもあった。外にも出れないしさ、台風太りっていうか、台風の時ってなんか作って食べるじゃないですか、よく、お腹壊して大変だった。腹壊すまで食ったんかい。違う、なんか初畜生口中毒みたいになって。いやいや、あ、やばい、私は何を食べたんだろうって。やっぱ自分で作って食べるもんじゃないなって。ゴーヤーとかは食べてたんですけど、ゴーヤーの綿も一緒に食べてたんですよ。なんか TikTok にこんなって食べたら美味しいよみたいなレシピが上がってそしたらお腹が痛くなって翌日すぐ治ったんですけど、あの綿がいけなかったのかな。綿食べて綿こうしたそんな感じですいや、ね、まあ、皆さんもね、いろんなもう台風が長引いたので、いろんなことがあったと思うんですけど、その辺もね、まあ、僕の周りの、話だったりとか交えてね、またそれだけじゃなくて、これからの台風にどう備えていくかとかも踏まえてね、そうですね、皆さんに有益な番組にしていきたいと思いますので、1時間お付き合いお願いします。はい、FM ギノワン熱深呼吸。この放送は阿蘇山の天然水を贅沢にサーバーで飲めるプレミアムウォーター、陸上の小さな海サンゴ畑、沖縄一綺麗に夜景が見えるビアガーデン B サイドの提供でお送りいたします。B サイドもね、ずっともう開けられないしね、大変だったと思うよ。台風対策大変なのが増えだと思います、ね、あのテーブルとか間にあったヤシとかも全部片付けて、前は収まらなかったからわざわざオーナーが家まで持って帰って。あ、そうだった、大変だよな。大変だよな。選手はちょっとあれだね、エンゼルス連敗連敗だね。ちょっと
運がついてないですね。エンパイアの判断もちょっとギギがあるところが多くて、1点差で負けたり2点差で負けたり、全然勝てない。7連敗かな。監督がめっちゃ嫌がってました。会見で机叩くぐらい。あ、そうだったの。で、アメリカ人はさ、大谷をトレードで出しちゃって、補強すればいいのに、補強すればよかったのにみたいな感じで、なんかネットで上がってたりとかして、要はもう大谷選手ぐらいだったら、トレードで出したら、大谷一人でもう有能な選手を数人、3、4人ぐらいもう、ね、トレードできるからさ、そうやったらもう補強できるさ、ピッチャーもバッターも。それをしなかったんですね。やっぱり大谷の方が、まあ、上回ってたんでしょう。ピッチャーもすごいし、バッターとしても活躍しすぎて休憩させた方がいいんですよ、おそらく、ね。まあ、今ちょっと疲れてるっぽいですからね。だからこの人暇ないなって、痙攣とかしてたよね、最近ね。ずっと痙攣、かわいそう。足も腰も緩いも、ね、健康、あれ、痙攣起こしやすくなったらちょっとダメなんですよ、本当に。はい、疲れてる証拠、疲れてるだけの問題じゃない、こう何か支障をきたす場合があるから、本当にああいう時は本当に休んだ方がいい。何かのね、シグナルだからさ、そう、休んでよっていうことだから、結構ね、簡単にできないんですよ、スポーツ選手の経験は。真面目だよね、大谷選手ね。真面目、もう全然女性の影もないっていうし、外食もほとんどしないっていうし、しないんだ。自分で作るのかな。作ったり、あと作る人がいるじゃない。いいよね。大谷選手の、あの横についてる人がいるさ、通訳さん、すごいね、あの人ね、あの人の年俸っていうか、すごいんだ、やっぱり。大谷さんもすごいですからね。いや、大谷さんが出してるわけじゃないんですよね。いや大谷が大谷さんが言ってる。あ、すごいすごい。いや、でも、大谷選手は少なすぎるって思ってるぐらいなんだけど、なんか大体年俸のナンバーとかって、決まってたりするらしいんだけどね、要はただの通訳じゃなくて、マネージャー的な役やってるとか、いろんな役目をやってるからさ、あの人。だから本来だったら、このぐらいもらってったら当然じゃないかなって思う、金額じゃなくてね、それでも、今年、2億ちょっともらってる、あの人すごいじゃない、まあ大谷さんの年収からしたら少ないけども、だけどすごいじゃない。大谷さんね、息してる1秒でいくら稼ぐかな。1秒で数万円だと。いや、2億だよ。いや、たぶん3億近いと思うんだけどね。あと、あの、なんていうかな、賞じゃない、ホームラン競争じゃなくて、なんかでもらった賞金があるんだよ。1700万ぐらいもらったのがあるわけさ、イベントかなんかで。これを、エンゼルスのスタッフに全額寄付したわけ。すごくない？で、一人頭50万ぐらいって言ったから、臨時ボーナスみたいな感じになるさ。エンゼルス の, あのバックの人ね、裏方の人にあの寄付したらしい。あ、すごいな。なんかあれだね、やっぱりなんか感いい青年ってあれだけど、やっぱり支えがあるからこそ大谷さんだから、やっぱりこの縁の下の力持ちにもありどうぞっていうところが、チームスタッフにだよ、気配りがすごいですね。いや、やっぱり気配りって大事ですね。で、その後にまた、テイラースイフトじゃなくて、テイラースイフトだった、あの数億円、数十億、あのスタッフとかに、一人数千万単位とかって言われたから、
多分あれ大谷が真似したのかなと思うんだけど、つい最近では。そうなんですよ、うん、うん、まだ1週間もならないと思う。マイク上げて大丈夫ですか。あ、はい、あ、はい、どうも、レッツ深呼吸をお届けしてます。皆さんお元気でしたか。元気かな。大丈夫でしたか。太ってませんか。俺かだって外に出れないし、食っちゃねえ食っちゃねえでね。だからね、1、2、3、4食食べてなかったから、なんか作ったりとか、もう目の前にあるお菓子食べたりとかさもうなんかね、昼間から酒飲んだりとかさおつまみ作ってみたいな、本当、うん、なんかずっと作ってた感じがします。日頃から備蓄してるから、うん、食料品とか大してね困ることなかったんだけど、パーソナリティも練習にあったらスタッフぜひボーナス上げてください。ないっちゅうねいや、リスナーの方にもしかしたら宝くじがさドッカーンと、ね、当たった方がいて、でちょうだい俺たちに、いやもうちょうだいって言えばいい、もうなんかいつも聞いてるよって感じであるかもしれないですよ。あ、こっちがね、はい、まあまあね、いや、あ、まあ、リスナーさんの方からねそうそうそ う, そう待ってます、はいいや本当に今回のね、うん、6号の台風 も,、うん、もう皆さん大変な思いしたと思うんだけど、うん、これね、まあ、離島とかも沖縄本島よりも離島大変だったと思うわけ、うん、もう船便は出ないし、そうね、食料とかの物資がね届かないから、うん、もうあっという間にスーパーとかコンビニの、うんうん、パンとかさ、ああいうのからも全部なくなっていくじゃん、カップ麺とか、はいはい、うんうん、もうしばらくどうしてたのかなと思って非常に心配だったんだけど、うん、ね、うん、台風が一回ちょっと過ぎた時に、うん、間休憩みたいなのあったじゃないですか、うん、あの時にすぐもうスーパーマーケット行って、もう人いっぱいだったね。あ、いっぱいだった、でのもうパン屋さんで、うん、もうでっかいパンを買ったりとか、うん、なんか知らんけどやっぱ台風の日ってパン食べたくなるんですよね。なんかね、パンがめちゃくちゃ売れてて全然入ってこない状況だったし、スーパーマーケットの菓子パンコーナーはゼロ、何にもない、うん、やっぱ観光客の人が買ってんのかな、チャタン の, スーパーだから、うん、ホテルの近くでもあるから、もう本当に食べ物がなくて、もうパン買ったり、なんていうか普段ほぼ食べないんだけど、うん、ミスタードーナツ並んでみたり、もうとにかく今度戻ってくる台風がどんななるかは分からないけど、うん、とりあえず買っとこうっていう感じで、もう停電がさ、うん、一時期、35% が停電してるっていう全世帯のね、うん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 、だから3軒に1軒は停電してた一瞬、あで25% っていう形になって、それでも4軒に1軒は停電じゃない、うん、そうですねで結構私のお家の向かいのはなんか、うん、なんていうの、真っ暗になって、真っ暗、あ、なんかね、お風呂でも借りますかって言ってあげればいいけど、知らない人ばっかりなんだよねでうちのもう本当に兄弟の家もずっと停電してて、うん、もう冷蔵庫の中身全部どうしたのかね、ダメになるとかっていう感じで、もう冷凍物とか作って食べるのは食べたけど、うん、廃棄したのもあったりして、もう冷蔵庫をガランガランにしてもう大掃除したみたい。あ、これを機に、そう、でそこは4日間かな、うん、停電続いて長いな。でうちの姉貴のところもずっと停電が続いてたから、うん、もう暑くて、甥っ子はね暑くても夜も寝れなかったから、うんうんうん、で何回も水浴びしてるわけさ、もうお湯も出ないから、うんうん、水浴びしかないんだけど、そうだね、うん、それでしのいだとかっていう感じでね、あら、もうさまざまなあれだったけど、ねえ、最長でっていうか、うん、今日の朝までもずっと停電続いてるとこもあったね、うん、6日連続とかって言ったけど、あ、大変だよね、大変、もう電気で断水のところもめちゃくちゃ多くて、うん電気止まったら水道が上に上がってこないからね、アパートマンションは。そう、それもあるし、まあ
備えとかなきゃね、やっぱりあの停電したらやっぱりもうバスタブにはたっぷり水をためてとか、うん、やっといた方がいいですよ。だから今回のはでもこんなにひどいって、思ってなかったんじゃない。だから変にあのうちなんちゅって台風に慣れてるからさ、うん、慣れてはいる、うん、大丈夫だろうすぐ行くしみたいな、うん、でもね必ずなんかお家の何か一つが壊れたりさ、うん、私換気扇からいきなり水がバッターンってなんか来て、うん、どっから何みたいな換気扇、うん、雨入ってくんのみたいな、うん、あの帰ってきた台風が横殴りの雨だったからもうしょっちゅう水捨てて、また溜まってるとかやって。あ、換気扇蓋バンって閉まらないんだ。普段蓋閉まってるんですけど、なんかポタポタ隙間から落ちてくるから何かなと思って外してみたら、逆流してるよね、バシャンってなって。そういうのある。だって、うん、あのアルミサッシでもさ、ちゃんと閉めてても、うん、下から吹き上がってくるじゃん。あ、そうそうそう。だからあの雑巾とかさ、はめてから。玄関が水たまりになってたからさ、あいやと思って。もうほんの隙間から、ね、あのすごいやっぱり風でさ入ってきますね、うん、入ってくるからあれは大変だね。だから鍵穴とかもさ、うん、私やっぱ海のそばなので5年前に来た大きな台風の時も、うん、あの鍵お家の鍵穴壊れたんですよね、うん、もう潮が詰まって、あ今回は絶対壊さないようにってからもずっとビニールで固定してもう何の問題もない。さまざまなね、皆さん台風対策とかしてたと思うんだけど、ね、あのね、どういう被害があったかとか、うん、ね、あの今回の台風で思うところいっぱいあったと思うんだけど、よくあの SNS 見てたら車が横転したままとかも結構多かったんですけども、うん、ああいうのは保険が効くんですかね、災害保険とか。いや多分聞かないのが多いんじゃない。聞かない、うん、だから、うん、なんていうかな、保険の種類とかにもよるけど、で、あの名護なんか浸水してたじゃないですか、うん、車が半分もう水に浸かってたりとか、うん、これどうなるのみたいな。ねえ、誰か詳しい人いないかな。でなんかみんなだからこれ保険降りるのとかさ、うん、SNS のメッセージで書いてる人いるけれども、ね、本人たまったもんじゃないだろうなと思いながら、うん、意外にね自然災害とかいったのは、うんうんうん、あの降りな その保険かけてないと降りない場合とあったりとかするからさ。あ、そうなんだね。ああ火災保険もそうだけどはいはい、うん、改めて車両保険に入ってないと。車両保険車両保険って普通に運転するときに入る保険ですか。任意保険の中でも、うん、あの対人対物じゃなくて、うん、自分で事故して自分の物損も保証してくれる、あ車両保険、車両に保険をかけるっていうのがあるんです。あ、はいはい、うん、入ってるはずだけどもう覚えてないな、なんか保険の内容あと一つあるのが、うん、あの今回こうやって水没したものっていうのは、うん、だいたい全損扱いです。どうにもならないのじゃん。一回水没したらもう事故車両として扱われるので。うわ、でも最近あの何ビッグモーターズのさ、ビッグモーター事件で、あれひどいね、うん、あれで、なんかそれ以外のものもどんどん問題が発覚している中で、うん、そういうあの過去にあの水没した、うんうん、高級車とかね、はい、主に高級車らしいんだけど、うん、水没した高級車を、はい、あのちょっとメンテナンスして、うん、もう外装もきれいにしてさ、はい、それで中古で出してるのもあるらしい。あ、いや、うん、これはもうすぐ故障するんじゃないですか、うん、だから一応騙されて買った人用人をして販売するんだけど、うん、もう実際水に浸かってるから結構ブラックですね、やってることね、うん、でもねプロが、まあ、見たらっていうか、あの大体、まあ、日に当たってね、うん、ドア開けたら、うん、この匂いで分かるっていう人もいるし、匂、うん、いで分かるっていう人もいるし、またシートのこの縫い目とか、うんうん、ああいうところちょっと開けたらもう水のこのぐらいまで浸かってたなっていうのがもう分かるらしい。あ、そうなんだ。そうそうそう、ああいうひどいね中古車屋さんもあったりとかさそうそう、マフラーまでね、うん、
もうだからもうああいう全損だよね、水没したらね、大体がね、うん、大変だな。そう、なんかね、赤島かなんか民宿かな、うんうん、お家がすごいことになってて、まあ民宿がね、なんかその SNS でこのメッセージ書いてる人が、これにはいいねしないでねって書かれてるわけ。私読んでたら最後にいいねしたってことは読んでないって意味だからねって、うん、うわ、ちょっと精神的にちょっと落ち込んでこんなこと書いてんのかなとか、うん、あ、いや、 あれだよ、意外に、うん、全文読まないで、うん、いいねとかあのね、ポチってしてる人いるんだよね、中にはね。では大変ですねって一言書いた方がいいのかな、やっぱスルーした方がいいのかなとか、うんうん、そう、まあねぎらいの言葉コメントに入れるとかさ、うんうん、あったよ、いろんな、だから SNS で台風の被害のあれ出してるけど、うん、いいねポチッとされてて、うん、あ、こういう話題にいいねって押す人がいるんですねとかさ、うん、そういうのを書いてたよ。難しいね。でも最近、もう最近というか、このいいね以外にもあるよね、悲しいスタンプとかもね。Facebook とかは確かにそういうのがあるから便利なんですけど、うんうん、まあ、元ツイッターの X、 最近 X になってたね、はい、何かねと思った。 X に関してはいいねしかないので、拡散したいなっていう、その合図で結局いいねしか押せないんですよね、うんうんうん、それがいいねっていう名前だからちょっと誤解を招きますけど、うん、なんか悪いことでもこれ広めたいな、いいね押しとこみたいな、チェックにすればいいのにね。そう、チェックしたようでいいのにね、はい、だからどちらかというとチェックの方が強いかもしれないです、ね、X に関しては。そうだよね、 X にやったんだね。だからこの台風でこの停電がね、うん、ずっと続いてるところで、はい、でまた、まあ、僕が今やってるこの電気自動車の、はいはい、あれで助かったっていうところもあるしね。あ、そうなんだ、うん、電気自動車から電源持ってきて、うん、テレビが見れてパソコンが使えたって言ってね、うん、コメントもあったし、うん、いや、こういう時に、あ、やっぱりね、災害時の時も、はい、うん、ああいうのが活躍するからさ、ね、うん、本当助かったんだね。そうだよね、ガソリンスタンドもほぼ閉まってたからね、うん、あ、でこの台風明けてから、うん、昨日も、うんうん、買い物行ったんだけど、はい、うん、もうまだはガラガラ、ユニオン行ったんだけど、あ、もう全然品物がない。あ、物資が届いてないってことか。届いてない、うん、あらあら、いや、もう意外、結構ね、台風も過ぎてるから、うん、もう届いてオープンしてるのかなと思ったら、うんうん、もう全然。あ、そうなんだ。何もなかった。あ、だから飲み物だけ買ってから、うんうん、もうパンも何もない。ほほ、うん、いや、すごいね、こんななくなることがあるあるんだね。こんな長引いたらね、で停電で、うん、オープンできない店舗もあったり、あ、うん、でも停電でも空いてるコンビニがあったりとか、うん、様々だったんだけど、うん、いや、最近のコンビニって、うんうん、わかる？この、アイスクリームとか、うんうん、この冷凍のあれって蓋がないさ、うん、ないね、オープンになってるさ、うん、もうあんなの全部全部ダメになるからね。ああ、そうだよね、うん、何年か、もうずっと昔の10年ぐらい前の台風の時に、うんうん、隣のローソンから停電だったんですけど、うん、買い物してたんですね、うん、もうとりあえずって、うん、そしたらアイスクリームタダでもらっていっていいですよって言われて、そうそう、そうなると思う、いいのって言って、一回溶けてあれまた固まったら、うん、あれダメってね、うん、そうそうそう、アイスクリームはね、うん、食べるのもダメって、うん、なんていうの、自分たちがアイスクリーム買って食べ溶けたの一回また固まらして食べたら食中毒を起こすって、うん、だからあれはもうみんなやりがちだから気をつけてねってテレビで、あ、世界びっくり仰天みたいなのでやってたね、うん、だそういう時はもう本当に溶ける前に、うん、まあ、半額で売るなりね、タダでも、うんうん、ね、持ってってもらうなりしないとね、うんうんうん、ただの廃棄だったらもったいないさ、うん、うん、まあ、こんな時ってね、めったにないわけなんだけど、うん、
いろんなところでね、いろんなあの工夫して、乗り切った人もね、中にはいるみたいだけどね、うんうん、の台風が接近してる時に、うんうん、あのジップロックがとかビニール袋からさ、うん、あれに水入れてから凍らして、うん、その氷をうまくこう停電の間利用して傷まなくて済んだっていう人もいたりとか、なるほど、ちょっと知恵をね、うんうんうん、あのいつかな、前のあの僕が住んでるところはちょくちょく停電もしてたから、うん、その停電に備えてね、俺も、うんうん、あの氷無駄にっていうかペットボトルでね氷作っといてから、うんうん、でっかいクーラーボックスに、うん、あのその氷も入れて、普段よく飲むものとか、はいはい、あの取り出し結構やるやつを、うん、クーラーボックスにバーって詰めてからさ、うん、で本当停電したわけさ、あその時冷蔵庫開けなくて済んだもん。あ、そうだったんですね、うん、クーラーボックスから取ってから助かりますねそれは、うん、でろうそく、はいはい、でそっからお酒飲んだりとかしたけどね。台風の日って、うん、みんなほら停電したら暑、まあ、暑いんですけども、うん、暑いとは思うんですけど、私実はクーラーつけなかったんですよ、うん、なんかねひんやりしてた家の中が、普通上の真夏日なんですけど、普通、まあ、台風の日ってやっぱ北風も吹くからかな、うん、なんかね涼しくて、まあ、逆にクーラーつけたらなんか室外機がなんかなんていうのかな、壊れるんじゃないかって感じて、うん、つけきれなかったさ。でも、まあ、そんな大丈夫ではあったんだけど、そう場所によってはね、うん、あの涼しいところもあったと思うし、子供の時のさ台風って案外結構停電毎回なってたんですけど、うん、ろうそく立てたりとかして、うん、全然クーラーなしでも過ごせたの、あれなんでだろうと思ったり、うん、やっぱり過ごしにくくなってんのかな。だから昔よりは温暖化だから暑くなってるからじゃない。確かに幼い頃、まああの頃は家にクーラー自体なかったんじゃないかな。なかったですか？なんかもう初期のクーラー、あの茶色いの。なんか木みたいでできた。そうそうそう。逆に今これがおしゃれなんじゃないかって思うぐらい、そう木のカラーしたそうエアコンがね。あったんだ。あった。いやうちもうろ覚えだけど。まあでも昔はね本当に子供の頃は台風も楽しんでたっていう時もあったけど、だからね、うん、ねかあの吹き抜けのところとかなんか探して、うん、あのちょジャンプしたら少し下がるよとか、うん、そこ少し飛べるよみたいな、あやったやったやりますよね。俺たちもベニータ持ってってやったの。あの時何か大きなものが飛んでくるって心配もそんなになかったんですけど、やっぱり今物がありすぎるんですかね。やっぱり怖くて外に出れなかったです。沖縄の通常のガソリン価格、うん、まあ場所にもよるけど、うん、150円前後ぐらいか、うん、145円とかかな、あ、うん、安いところでね、うんうん、150円前後だと思うけど、うん、離島はもっと高いけど、ね、高いですね、このぐらいで170円とか、うん、そうそうそう、うん、まあ、あれだね、時代でいろいろ変わってくるし、うん、あの携帯電話もあの全然繋がらないエリアがあったっていうのもびっくりして、あ、うん、あのうるま市なんだけど、うん、妹の家がね、はいはい、で停電をするは、うんうん、携帯電話って普通あまり関係ないじゃん、うん、充電バッテリーがあったら、でも電波自体も届かなくて、届かない、いや届かない、うん、なんか家から車で、うん、あの4キロ5キロを走りながら電波探して、うん、あらあら、そこで電話してたみたいよ。そうなんだ、うん、なんか au のなんかアンテナが壊れたとかそういうニュースなかったですか、今回の台風。 au もドコモも繋がらんとか、うん、そういうエリアがね、エリアがあったよって、ああ、うん、いや様々な、まあ、だからよ、もう普段なんか何気なく使ってるもののありがたみが、うん、もう深く、そうだよね、うん、もう今回はしみじみと、うん、だから、まあ、変に沖縄の人は台風慣れしてたっていうのがあるから、うんうん、相当今回は感じたんじゃないかなと思うんだけど、うんあんなにスーパーから物がなくなるっていうのも初めて経験したような感じで、俺もそうですよね、もう長いことないしね、うん、物資がそこまで
って思うぐらい物がなかったので、うんうん、だって倉庫に備蓄あるでしょっていう感覚だわけよ、うんうんうん、それ持ってくればいいだけじゃんとか ね、あれって思った、うん、